白百合ペット王国、皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属して薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会の会長で脚本、童話、エッセイを書きペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛してるから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組はペットと共に眠れるお墓を企画の石の大木と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聞きください。白百合ペット王国、茶子さん、はい、先の連休はどう過ごされました？夏休みにも家族が集まったばっかりだったんですけれども、うん、せっかくの連休だからってまた2泊3日で集まってきてくれまして、もうとっても賑やかなお休みでした。賑やかですね、はい、そうですか。私シルバーウィークっていう言葉を初めて耳にしたんです。はい、これ高齢化が進んだ日本のシルバー世代の何かかなと、そういうふうに理解しましたが、私も最初はそうかなって思ったんですけれども、本当の意味がね、ちょっと聞いたんですけれども、はい、曜日と日付に左右されてしまうのがシルバーウィークなんですって、でこの今年の2015年は6年ぶりの大型連休として訪れました。5月にゴールデンウィーク、はい、これに対してシルバーウィークだそうです。でシルバーというのは特にご年配を指したものではないそうです。そうですか、はい、で次のシルバーウィークなんですけれども、はい、11年後の2026年だそうです。11年後、はい、そうですか。楽しみですね。そうですね。はい、また9月20日から9月26日までは動物愛護週間だったようでした。はい。じゃあこれも調べましたので茶子さんお願いします。はい。動物愛護週間は敗戦後の昭和24年2月に進駐軍から毎年春分の日を動物愛護デーとするよう指示があり、日本畜産会などを中心として動物愛護に関する行事が行われるようになったのが始まりだそうです。で、昭和26年からは動物愛護週間として日本動物愛護協会などが中心となって行事を行っています。で、春分の頃っていうのは、
春休み中なんですね。ああ、そうですね。で、学校行事としての取り組みが行いにくいこと、うん、はい、また北海道や東北ではまだ雪が残っていることが多く、ああ、野外行事が行いにくいこと、うん、それでまた愛鳥週間と時期的に近いなどの理由から、昭和29年から秋分の日を中心とする1週間を動物愛護週間とすることとなりました。で、こういう経緯を踏まえて、昭和49年に施行された動物の保護と管理に関する法律で、法律として9月20日から26日を動物愛護週間として定めましたと、こうありました。あ、そうですか、はい、あ、それは私勉強不足でした。じゃあですね、はい、今回はこの我が家のペット自慢ということで、ちゃこさんと2匹のワンちゃんを可愛がっている深田美幸さんにお話を聞きに行きました。この後お届けいたします。最愛のペットと一緒、ついの住処作りのお手伝いは石の大木にお任せください。電話フリーダイヤル0120-417-548 0120-417-548 よいな石屋。しらゆり、しらゆり、しらゆり。あなたのペットのもしもの時に真っ白いユリを思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は 04-2928-0900 まで。白百合ペット王国、今日は我が家のペット自慢ということでお客様もお招きいたしました。こんにちは。こんにちは。今日は所沢市在住の深田美幸さん、はい、おいでいただきました。今日はありがとうございます。お願いいたします。じゃあ深田さんの自慢のペットたち、ちょっと教えていただけますか。はい、我が家には2匹おりまして、うん、トイプードルの深田レオ18歳、うんうん、ゴールデンレッドリバーの深田大9歳の2匹がおります。じゃあワンちゃん自慢ですね。そうですね、はい、じゃあトイプードルの今18歳っておっしゃいましたけど、はい、結構長生きですね。そうですね、もう今は、うん、もう目が真っ白で見えなくなってますが、まだちゃんと歩いていますし、うん、ご飯もたくさん食べて、うん、元気でいます、はい、そうですか、はい、じゃあもうちっちゃい時からお家に飼ってるわけですか。どれぐらいから何かご縁があってレオちゃんは来たんですか。はい、私が結婚する前から、はい、うちの主人の母がずっと飼っておりまして、うん、深田家では私よりも先輩格になります。そうなんですか、はい、じゃあレオっていう名前もご主人がつけられたんですかね。多分主人の母がつけたと思います。で今のレオは2代目レオちゃんで、初代レオちゃんもおりまして、うん、はい、でその時も同じトイプードルを飼っていたようで、はい、亡くなって、うん、もうすぐに悲しくて、うん、すぐにお父さんがまたトイプードルを飼ってきてくれて、うん、同じレオっていうふうに名前にしたというふうに聞いています、うんうん、あ、そうなんだ。もう一匹のゴールデンレッドリバー、これは9歳って言いましたね。名前が大ちゃんって言いましたか、はい、名前の通り大きいのかな。はい、大きいです。何キロぐらいあるんですか。30キロ近くあります。30キロ、はい、小学生の高学年ね、下手すると本当に子供大きさですね。でもレオちゃんの方が10年ぐらい先からいるわけですよね、はい、後から来て大ちゃん、大くんですね、はい、何か様子が違ってます。そうですね、やっぱり体は大きいんですけれども、うん、レオのことを先輩だと思って、ご飯の時もちゃんとレオが食べるまでじっと待っているし、うん、手も出さないし、うん、口も出さないし、うん、本当にいい弟だと思います、見ていて、うん、
でもやっぱりワンちゃんってこう畜生のねこう命ってあるから、隣でカリカリって自分より先に食べ出すとね気になって、やっぱりこう変な話テレビで見たことあるんですけど、よだれをだらーっと出すワンちゃんとかね、なんかこう拗ねちゃってねこう寝ちゃうワンちゃんとかね、こう見たことがあるんですけれども、どんな様子で見てます？そうですね、よだれまでは垂らさないんですけれど限りなく近くまで寄って、うん、万が一レオのご飯が余ったら、うんうん、僕が食べるよっていう感じでずっと近くにはいますけれども、絶対に口を出したりとか、うん、ワンワンって吠えたりとかはしていませんね、うん、ずっと順番待ってるんだ。待ってるんですね、何分ぐらい我慢してます？レオが食べ終わるまで、ずっと待ってます。で今もうかなり老犬なので、うん、ご飯食べるのも私が抱えて、うん、あげないとレオも食べれなくなってるので、30分ぐらいかかる時もあるんですけれど、そんなに我慢できる？じっと待ってますそれはすごい、それは自慢のね部類ですよねそうなんだ。じゃあトイプードルがレオ君、そして、ゴールデンが、ダイ君、この2匹の家族なわけですよね。お散歩とかされるかと思うんですけれども、やっぱり2匹同時に行かれるんですか？はい、レオがまだ元気な頃は、はい、一緒に2匹つないで一緒にお散歩に行っていたんですけれど、うん、今はもうレオが18歳で、うん、なかなか外にはもう出れなくなったので、うん、第1匹を連れて毎朝航空公園まで散歩に行っています、うん、それはお母さんの仕事になっちゃってますか？私と主人で交互に行っています、うんうん、はい、そうなんだ。じゃあ2匹ともお家の中で飼われてるワンちゃんですか？そうです、はい、ゲージには入れずに、はいはい、もう我が家が犬小屋のように駆け回っています。はい、うちの中で飼ってます。ご家族は、はい、主人と私なので、はい、本当にレオとダイが我が家の子供のように、うん、はい、育てています。それは幸せなところにね、うん、住んでますね。ワンちゃんのこう特徴って教えていただけますか？さっきレオがなんかすごくよく食べるしって言ってました。手が目真っ白で見えてないのにって言ってましたけれど、なんかこう特徴的なエピソードってありますか？そうですね、レオは本当にお医者さん知らずで、うん、主人と私で、うん、不死身のレオって本当に言っているぐらい、はい、本当にお医者さんにかからないで、うん、ずっと18年、うん、元気に生きていて、うん、数年前階段から、うん、2階から1階にコト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 って落ちた時に、うん、はい、主人と2人でああって、うん、近づいてもケロッとして立ち上がって歩く、うん、本当に不死身だなっていつも思うんですけど、そのぐらい元気というか、うん、丈夫というか、うん、本当に不思議なレオちゃんですね。でもさっき抱っこしてね、なかなかお散歩にも行けないって言ってましたけど、はい、何キロぐらいありますか今？元気な頃は多分6、7キロあったと思うんですけれど、うん、今はもう5キロ弱かなと思いますね、うん、もう骨張ってしまっているのも、うん、外から骨もこう骨張ってるのが見えるぐらいなので、うん、それでもまだゆっくりですけど、うん、自分の足で、うん、歩いているので、うん、すごいなっていつも見ていて思います、うん、はい。ワンちゃんの18歳っていうと、はい、人間で何歳ぐらいになりますか、菊池さん？計算の仕方は何通りかあるようですが、でももう90歳、100歳近いってそういうふうな年になりますね、うん、そうですね、本当に、うん、そう思います、はい、この9月敬老の日がありましたけれども、ね、じゃあワンちゃんも本当にご苦労様っていう感じでみんなに褒めてもらったかしら？そうですね、本当に一日一日仕事から帰ってくるとレオは息してるかしらなんていう日々が今は続いてますけれど、でも最後まで主人の母が残してってくれた、うん、可愛いレオなので、うん、最後まで、うん、面倒を見て、うん、
私のね膝の上で、うん、あの安らかに眠ってもらいたいっていうのがいつも、うん、あの希望していることです、うんうん、大君の方はどうですか。大はあの体が大きいんですけれども、うん、あのとっても臆病で、うん、特にあの雷、うん、地震、うん、あの今ゲリラ豪雨とかありますけれども、はい、あの音ですら、うん、もう30キロ近い体をガタ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 させて、うんうん、ものすごい震えて、うん、特に雷の時はあの大きな体を私の体の上に乗ってきて、うん、もう怖い怖いって言って、うん、もうそれが本当にあの、うん、もう可愛いのか、うん、あの情けないのかあのそんな感じで、うん、あのちっちゃい時からそうなんですか。小さい時はそんなでもなかったんですけれど、うん、あのここ数年でしょうか、うん、でも本当にあの怖がりですね、うん、びっくりするぐらい、はい、何か原因があったのかしら。あったんでしょうか、うん、あのここ数年急にあの雷とかゲリラ豪雨がすごいじゃないですか、はいはい、特にあの東日本大震災の時の地震の時は、うんはいうん、あの携帯からプープープーって、うん、ああいう、うん、あの警告のサイレンとかの音とかだけでも、うん、もう本当に怯えてしまって、うん、あれがきっかけだったのか、うんとっても臆病ですが本当に、うん、あの心優しい、うん、人が大好きなあの大です、うん、はい。そうですね、あの今食欲の秋っていうそういうふうな時期なんですが、このそれぞれの好物大好物これですってそんなものあったら教えてください、はい、あの老犬のレオちゃんの方はあのただのドッグフードだけでは食べなくって、はい、あのひき肉を私が湯がいて、はい、そのひき肉と一緒にドッグフードを混ぜると、はい、食べてくれるというのがあの、はいあります、うん、で大の方は、うん、あのもう何でも食べるんですけれども、うん、特にあの大は猫ちゃんかなと思うぐらい、うん、お魚が大好きで我が家でサンマを焼いたりあのお魚を焼いて主人と食べてると、うん、もうそばにじーっとあの座ってよだれを垂らしてあの本当に魚の皮でもいいからちょうだいぐらいの感じで、お魚のあの匂いなんですかね、ものすごいあの反応を示しますね。そうだ、じゃあレオのご飯は我慢できてもお父さんお母さんが食べてるのはやっぱり気になってねえねえねえっていう感じで甘えてくるんじゃないですか。そうですね、あの魚の時はもう本当に顔をもうよだれがお魚の上に垂れるっていうぐらいも近づけて取りはしないんですけれど奪おうとはしないんですけど、もう本当に顔をもう突き出して邪魔だっていうぐらいきっとね、食事のとこってあの食卓テーブルだと思うんですけれど、ねはい、ゴールデンちゃん大きいから、ね、ちゃんと座っても顔どうですか出てくるぐらい、ね、もう本当に届きますよね、それだけ大きいと突き出してあの、待ってますね。それがワンって立ち上がったら、はい、もう負けちゃいますね。そうですねそうなんだ、でも偉いね、我慢してるのね。じゃあですね、あの最後にそれぞれのワンちゃんに、かけてあげたい言葉っていうのは何かありますか。はい、あのレオちゃんの方は本当に毎年あの今夏が暑いのであの今年の夏は乗り越えられるかな、あのそういう思いであの毎年毎年レオのことをあの見ていますけれども、もうとにかくあの苦しまないで、あのどんなに例えばおしっこの粗相をしたとしても本当にその面倒を見るのが今嬉しくて、あの仕方がないなってもう私あのいつも思ってるんですけど、一日でも長くそういう私に背負いさせてもらいたいっていうふうにあの思ってあのいます。で大の方はあの私は子供があの私たち夫婦には子供がいないので、私自身こう生き物をあのを育てるっていうのが、うん、大があの小さい時からしつけをしながら育てるのが初めての子なので、うん、本当に子供のようにあの愛おしくあの思っているんですけれど、いつも主人と来世は我が子供で、うん、本当に生まれてきてねって、うん、あのいつも声を
かけているんですけれど、本当にもう子供のようですね。もう愛おしくて仕方がないので、とにかく一日でも長く元気で一緒に過ごしたいなっていうふうにいつも願っています。ありがとうございました。ドッグフードもね、きっといろいろ工夫をされながら美味しく食べられるようにってお母さんのね真心が入ってるんだと思います。ワンちゃん幸せですね。今日は我が家のペット自慢ということで、所沢在住の深田美幸さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の疲れをすっきり、松葉オイルの入浴剤パインハイセンス、ご用名は石の大き、0120-417-548、0120-417-548、フリーダイヤル、よいな石屋。白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国、10月4日は里親デーとなっているようです。そのいわれとエピソードを FM 福岡の資料を引用して着さんより紹介していただきます。はい。昭和25年10月4日日本に里親制度が始まったことからこの日を里親デーと呼んでいます。里親とはいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたちを自分の家庭に迎え入れて養育する人。里親制度は児童福祉法に基づいて里親になることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。生まれたばかりで親に捨てられた過去を持つ女の子がいました。児童養護施設で育てられ、その間に何度か里親に預けられたものの手がつけられないと3日もせずに送り返されるような子でした。でもその子を預かった5人目の里親は、彼女の素行の悪さは愛情に飢えていることの裏返しの表現だと理解し、辛抱強く深い愛情で育てていきました。そんな里親のもとで彼女は少しずつ少しずつ素直な心を育んでいくことができたのです。20年後彼女はその里親のもとからお嫁に行きます。自分のことをいつでも見守ってくれ、手を挙げられたことも感情的になって怒られたことも一度だってなかった里親のお父さんお母さん、いつも自分の幸せだけを願ってくれていた人に育てられたからこそ、今自分は幸せな結婚ができたのだと思った瞬間、彼女にもう一つの思い出が芽生えました。それは、私を産んでくれてありがとう、幼い自分を置き去りにして去っていった生みの親に対する恨みが解けるように消え、感謝の気持ちさえ起こったのです。彼女はその後、今度は自分が里親となって行き場を失った子供を引き取り、自分の実の子とともに深い愛情で育てています。現在さまざまな事情で家族と離れて暮らすことを強いられた子どもは全国におよそ3万6千人、その中でおよそ2500人の里親が子どもたちを預かり一緒に生活しています。これが人間の里親の場合です。動物の世界でもこの捨て子にあたる出来事がいっぱい起こっています、うん、ある数字では4分間に1頭の割合で罪のない動物たちが殺処分されているとも、また年間に12万8000頭の犬猫が殺処分に遭っていると言われます。
全国にそんな命を助けようと懸命に活動されている尊い方々がたくさんいらっしゃいます。今回は日本臨床心理カウンセリング協会認定心理セラピストカウンセラー高輪カウンセリングオフィス代表東京ワンニャン SOS 主催大野真由子さんのお許しを得てあるワンちゃんのことを紹介させていただきます。大野真由子さんより全文シェアいたします。15歳、残された時間はわずかかもしれません。いっぱいいっぱい愛情を注いで毎日を過ごしてくれる里親さんにつなぎたいです。預かりさん、里親さんに挙手してくださる方いらっしゃいませんか。いつものお出かけだって信じて車に乗ったんだね。家族と一緒のお出かけが嬉しくてワクワクしてたんでしょ。この冷たいコンクリートの建物に着いた時ですら君は何の疑いもなく飼い主の言うままに車を降りてついて行ったはず。だって大好きな飼い主さんがこっちだよおいでって言ったんだよね。大好きだからついて行ったんだよね。その先に何が待つかも知らず、もう二度とその車に乗ってお家へ帰る日は来ないなんて思いもしないで。宮崎の小さな保健所はもうキャッパー限界。この子は次の殺処分に一番近くにいます。15歳、よく人慣れした美しいシニアの女の子。15年間ずっと家族と信じて一緒に暮らしてきた飼い主はもう飼えないとあっさりこの子を捨てました。そしてこの子はまだ人を信じてボランティアの差し出す手に花を寄せてきます。ちぎれんばかりに尾っぽを振って、まだ信じてるのかもしれない、お迎えが来るって。このままこの子はガス室に送られるしかもう残された道はないのですか。なぜこの子は死ななければならないのですか。家族に迎えてくださる方がいらっしゃればこの子は助けてやることができます。ご検討くださる方は私のノートの覚悟を決めるをお読みの上、本当に自分が里子に迎える子のすべてを受け入れ命尽きる時まで守り抜く覚悟と愛情があると思えた関東の方が里親さんや保護預かりさんに決まった場合には羽田空港からご自宅までの搬送は私大野がお手伝い可能です。車や免許がない方もご遠慮なくご相談ください。ご自身が里親さんや保護預かりさんになれなくてもシェア拡散にご協力いただけると嬉しいです。思いもよらないあなたの身近な誰かがこの子の運命の里親さんかもしれません。優しさがつなぐご縁に感謝、いつもありがとうございますという内容です。はい、今の大野真由子さん、またみなしご救援隊の中谷百合さん、ワンニャンピーの回答者としてお願いしている益子元美さんも自分の人生を弱い立場の動物たちを助けることに捧げた方々です。うちのご近所でも、はい、なんかあの預かりさんからもらってきたっていうワンちゃん、育てていらっしゃる方がいますね。あります、はい、今度ちょっと私も興味ありますので、ゆっくりお話伺ってみたいと思います。そうですか、はい、はい。番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回は我が家のペット自慢ということで深田美由紀さんの2匹のワンちゃん自慢と里親デーの言われとそれにまつわる2つのエピソードをお送りいたしました。この番組はペットと共に眠れるお墓を企画の石の大木とペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。エンディングは橋井春彦さんで鳥になってを聞いていただきながらお別れです。それでは次回まで皆さんごきげんよう。
今君を乗せてゆく。